多目的言うからには多目的やろ。いつの間にか一緒に暮らしててな、俺たちもびっくりしたよ。最初俺たちがヤクザってことを隠して姉さんに近づいたんだよ。じゃあなんで来た。一緒に死んだろう思てない。あんた逃げて、うちのことなんか構わんといて。やっそいでしょ。いや、すっぱいのはあんたや。すまんかった。あの時二人が抱き合ってる姿見て涙出たもんな。あんだけ愛し合ってたら普通裏切れませんよね。